新京極商店街にある老舗の寿司おとわ。浜箱寿司はこちらのお店で長く親しまれてきた夏の名物です。どんなお寿司なのかご主人にお話を伺いました。まあ京都の浜寿司、代表的なお寿司ですけどね、いろいろとお店によって浜の箱寿司のやり方がちょっと違いますけど、うちはもう800から1キロぐらいのちょっと大きめのハモを使いましたけどな。で京都の寿司はちょっと甘くしないと開けませんね。関東のお寿司はネタで勝負しますけども、京都の寿司はシャリで勝負みたいなもんよね。甘みのあるシャリと一つになった旬のハモ、仕上げにタレをつければ出来上がりです。骨切りされたハモは柔らかく、出汁を含んだシャリは艶やか、噛むほどにそれぞれの美味しさが広がります。キリッとした辛口の冷酒ともよく合う夏の寿司です。他にも昔ながらの味を大切にした寿司を作っています。シャリが自慢の老舗寿司屋、ぜひ一度食べてみませんか？